31 seconds, and we're gone for auto sequence start. Sensor.ここからの1時間は生放送でお送りするセンサー。さあ今夜我が相方タワードワーズ北人小峰隆さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラミこと小峰です。よろしくお願いいたします。今年は初放送ですね。今年はい初放送となっております。よろしく皆さん、よろしくお願い、何卒よろしくお願いいたします。生放送で緊張しております。いや今年は何年ですか。2020年で書いてあるんですよ。いや21年だから本当に。ああ21年かおい、またかよ。いやいや見てくれ、ここはあの罠だから、罠だから、罠引っかかった、ディレクターの人の罠だから。また年越しできなかったよ。完全には2020年だと思ってたでしょ。年越しできてなかった。いやもう本当そこさ、あのいわゆるこう芸人的な話では天丼って言うんだけど、また持ってきてくれたよ。ちなみにじゃあもう俺はここ切り返してけれども、ドラえもんの映画見た？見てないんですよ。見てないのかよ。本当に、いや他の映画見に行っちゃいましたね。何見たの？燃ゆる女の肖像見に行きました。何それ、どんな映画なの？いやこちらはまた素晴らしい映画になってましたね。女性 の18世紀のヨーロッパ の女性同士の愛を、フランス映画なんですけども、描いた映画になっておりまして。おすごい。その時 そのやっぱ禁止されてるっていうか、そのお嫁さんに行ってしまう女性を好きになってしまうっていう話なんですよね、画家さんが。いや面白いね。いそれめちゃくちゃ面白いんですけど、ドラえもんには行きませんでした。素通りしていきました。ドラえもんこれね、本当に万が一そう関係者聞いてたら売名行為だね。もういやこれがドラミちゃんを使った売名行為だな。これじゃあドラミネで行きましょう。ドラミネ、それも一緒だから。あダメか、うん、そうだよ、ダメだよそういうのは。売名行為になっちゃうか。見に行ってちゃんと感想述べるということで、はい、やってください。じゃあ誓約書後で書きます。いや本当決印やってよ、やってよ本当それちゃんと、ね、後でナイフ切ってね、ナイフで血切って決印で、さらっといきましょう。ここもね、はい、今年も2020年だって言い張る。はい、そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今夜はゲストがいらっしゃるということで、はい、紹介していただいて、この後またお呼びしたいなと思いますけれども、今回今日はあの以前あのマクラン新鋭レベルマクラン の,龍太高木さんをお呼びしたと思うんですけど、うんうん、そのマクランに所属しているアーティストのアルファルドさんっていう方に、今日は、ご出演していただけたらなと思ってます。いや俺はもうすでにね、ちょっと打ち合わせの時から燃えてるわけですこれね。いやもうなかなか面白いですね。まずかっこい かっこいい、そして、うん、顔が小さい、歌もうまい、はい、音も作れるということで、はいはいはい、俺の座が危ういんじゃないかと正直小峰くんくまピゲ、あ俺のなんとかなるかなと思って、今日の資格はこれは、ね、強いぞ、強いな。俺が某大手の事務所の人だったらうーんもうカートゥン君は4月以降いいかなっていう風に言っちゃいかねない才能の持ち主なんで、今日俺はもう脇を締めていきますんで。そうですね、後であの後集合写真を見た時の顔の小ささも見た方がいいかもしれないですね。チェックです、ね、要チェックですね。もうこうタレント力満載でございますんで、大きいそんなことない。小峰君もタレント力あるけど、いやちょっとやっぱ時代を読み違えてるからね。だってな2020年でまた行っちゃったんだからダメですよ。時代を超えられてないまだね。はいはい、そうですね。さあ、はい、今夜のテーマはですね、はい、まあちょっと長くなっちゃったんであれですけれども、あなたの好きな一人時間ということで、はいはい、まあ、僕は基本的にはあのピッコマを読むっていう風呂でピッコマを読むっていうで、ね、年越しはエヴァンゲリオンを一人で、DJ したホテルで見るっていう、しかもあの2晩連続で見るっていう。見たんですね。そう結構あのだってね、素敵な一人時間だろ。一人時間ですね。エヴァ見たいって言ってましたもんね。今年エヴァやるからそのためちゃんとチェックしといたんですね。エヴァンゲリオンしかない。なんか普通に結構いい感じの一人時間ですね。そう、まあ、小峰さんはどうですか。あ僕は料理する時ですね。え料理すんの。ちょっと好感度開けに行っちゃいました、ね、いやすごいわ。じゃあちなみに得意料理は。カレーですね。あーカレー。他は
じゃがいも、じゃがいもじゃない、じゃがいもじゃがいもは普通に なってる肉じゃが、肉じゃがね、ああいいですね、家庭的ですね、煮込み系ばっかですね。さあ皆さんの、好きなねお一人時間教えていただけたらなと思っております、はい。メールアドレスは ssr@interfm.jp ssr@interfm.jp です。ツイッターのハッシュタグ ssr@interfm をつけてつぶやいてください。さあ今日の1曲目ですけれども、なんと12ヶ月連続リリースね、シングルをするというふうに言っていた上坊さん、お1月27日にまた新たな第3弾のねシングル出ますけれども、これまたねいい曲なんで聴いてください。今日オープンなはずなんで他の曲でもかかってるかもしれないですけど、俺たちは初だぜみたいな、そうです、センサーから行きたいなと思っております。じゃあ上坊さんでホームタウン、センサーインタイム897センサー DJ のカーティングが生放送でお送りしております。さあ今夜はタワーレコードが立ち上げたキュレーションメディアタワードワーズの補給民小峰隆さんとお送りしております。よろしくお願いします。ドラミネ小峰、ドラミ小峰です、よろしくお願いします。はい、もうねちょっとドラミに悪くてもうそこ突っ込めなく罪悪感が俺感じてきたから、もうちょそこは突っ込まないからこれから自分で回収してくれ、頼むよ本当に。わかりました。さ あ今夜は早速ゲストの方、はい、紹介していきたいなと思います。アルファルドさんよろしくお願いします。次期センサーのパーソナリティと噂されておりますアルファルドです、よろしくお願いします。いやいやなこれ怖えな本当に、もう座を狙いに行ってますよもうじゃあプロフィールはカットしてもいいですかね冗談です、冗談です、お願いします。やめてそんな風じゃないよ、ちゃんとプロフィール読むからね、1996年生まれ、なんと東京出身、海蛇座の心臓部にあたる孤独な惑星アルファルドからインスピレーションを受け、独自の壮大なスタイルで、人々の孤独や寂しさを表現するアーティストということでございますけれども、もう本当にねいろんなことをやっております。活動はシンガーソングライター、ビートメーカー、他文学作品の執筆、モデル、映像演出を務めるなど多岐にわたっております。ちなみに好きな一人時間は韓国ドラマを見ること。そうなんですよ、いや最近ちょっとハマってしまって。何見てんの。ね、最初はイテウォンクラスやっぱ入りはまあまあまあ、はいはいはい、流行ってましたけど、それをちょっとね流行に遅れてから見て、うん、そこからこうネットフリックスに出てくるおすすめを順に順に見ていった感じですね。結構じゃあ見られてるんですか。そう 4,5 本今見て、まあ、結構見てます、ね、でもこの 3,4 ヶ月で 4,5 本なんで結構なペースだと思うんですけどすなかなか見てらっしゃいますね、はい。まあ、2019年の短編文学的シングル孤独な星でデビュー以降、はい、まあ、いろいろ曲も作られているというふうに聞いておりますけれども、はい、まあ、小峰さん一押しのアーティストで、本当に2年越しでございます。2年越し生のアルファルトさんに出会えて、もう本当にありがたいですね。孤独な星から聞かせていただいておりましてね、以前センサーにも出演していただいた井崎龍太郎さん、写真家の方がいらっしゃると思うんですけど、この孤独な星のシングルのジャケットを手掛けたんですよね、はい、そこから知ったんだ、はい、そこからアルファルトさんを知って、そこからマクランを知ったっていう経緯なんですよね。いや実はアルファルドさんはですね、当初からラジオが好きだと聞いて、そうなんですよね、今よく聞いてるラジオ局はインター FM 以外でちょっと答えてもらって、インター FM 以外でいいんですか、うんうん、よく聞いてるの番組、今でも一番乗ってると思うのは、TBS ラジオのさらば青春の光のただバカ騒ぎがすごい、これは2です ね本気で聞いてますねいやそうなんですよ、アーティストももちろんやられてるんですけれども、よくセンサーにもメールをしていただいてまして、そうです、ね、すごいありがたいなと思っております。 3,4 回ぐらいですね送っていただいてますね。しかもこのかっこいいからな、本当に本当にこれでラジオのトークスキル上がったら俺の座がもう確実に日曜日はなくなったと思ってますから僕は、全然その辺はよろしくお願いします。いやいやいや来た来た来た、最近はリリースされたばかりのニューアルバム、はい、47TB20、はい、ということで、ここからまず1曲ね、歌も素敵というか、まあ、曲なんですけどね、素敵なので聴いていきたいなと思っておりますけれども、うん、曲の紹介はじゃあこれはもうもちろんアルファルドさんにお願いしてもいいですか。はい、はい、ですね、最初に流すのは眺めるという曲で、うん、アルバムの2曲目なんですけれども、はいはいはい、これはある男性の回想をテーマにした曲 で、はい、で彼が高校時代を一緒に過ごした幼馴染の苦しみを理解しながらも、自分は眺めることしかできなかったっていう後悔をですね表現した完全フィクションの作品でございます。ちょっと映画じみた感じなんですね。はい、No!
伸びた前髪を揺らす風、君の中で降り続く雨、窓から外を眺めるだけ、何もせず眺めるだけ、人目を避けて飲む安酒、雲より高くそびえる壁、肌からそれを眺めるだけ、何もせず眺めるだけ。 Didn't care what happens, nobody can catch it, 落ちていた髪、吹き上がったサージ、罪を見逃し、たどり着く境地、例は繰り返し、言われる以降に騙し騙し、で消えた気を騙し騙し、また花は散る、彼が死ぬまでに広がる世界の裏側で、君はどれだけ涙を地面に吸わせていた、やがてそれが溢れて、その川は大海原へ、俺はいつまで見て見ぬふりを続けていたの、騙し騙しで消えた気を、騙し騙しまた花は散る、伸びた前髪を揺らす風、君の中で降り続く雨、窓から外を眺めるだけ、何もせず眺めるだけ、人目を避けて飲む安酒、雲より高くそびえる壁、肌からそれを眺めるだけ、何もせず眺めるだけ。さあお送りした曲、アルファールド眺めるですけれども、また素敵な楽曲ですけどす、ね、はい、これあのアルファールドさんはどこをやっ、もう歌うもそうだよね、ビートは先日、こちらに来させてもらった高木、うんうんうん、プロデューサーの高木が勤めてるんですけど、そのワンループをもらって自分は歌唱と歌詞、まあ、作詞と歌唱ですね、はい、メロディーですね、を担当していますね、いやだからすごい映像が浮かんでくる感じですよね。ね、聞いてくると。わかるわかる。そのストーリーもね、眺めるについてもすごく面白いなと思ったんですけど、はいはい、そもそもその、まあ、音楽を作ろうと思ったなんかきっかけというか、なんかアーティストになろうみたいな思ったきっかけなんかあるんですかね。多分一番最初は中学2年生か3年生の頃にマイケル・ジャクソンが亡くなったってことで世間的にかなり騒がれて、追悼番組やらないのがテレビで流れてるのを見て、こんなに何だろう、音楽以外のことに音楽で踏み込めるのってすごいなっていう風に思って、でその時も僕サッカー本気でやってて、プロになろうっていう感じだったんで、でまあ小1からやってたんで、その責任感というかのもあって、まあ今更音楽じゃなくてサッカー目指さなきゃみたいなあったんですけど、まあその高3の時サッカー続けるかどうかってなった時に、どんどんあの自分の中で肥大してたんですよ、その音楽やりたい気持ちが。すごいね。なんでここで心機一転、新しいこと始めてみようかっていう風になって始めて、ましたね、音楽は。じゃあ本当にマイケル・ジャクソンがベースにある、まあ多分その興味を持ったきっかけ、ね、きっかけがね、まあその以前からあの小6とか小学校高学年ぐらいからニーヨとか、はいはい、R&B とかが好きで、はい、聞いてたんですけど、まあ、それで英語とかちょっと勉強しようかなって思ってた矢先にそのマイケル・ジャクソンと出会ったんで、そのニーを聞いてたきっかけっていうのはご両親の影響とか、いや普通に自分 で、ね、家がケーブルテレビ確か当時入ってて、そのスペースシャワーとか MTV で、あ流れますね、はい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 、流れてたんですよね、その時ニーのクローサーっていうのが流れてて、はい、かけたな俺クラブすごいね曲かけたらモテると思ってた確かにモテると思ってました僕もこれ聞いてたらモテるんしょ世代が一つ、ま、以上あのね、はいはい、あの干支が一回り以上違うけどあそこは一緒の気持ちでしたもんね、そうなん
んですよ、ね、そこからそうだよね、なんであの曲がモテるって勘違いするんだろうか俺たちがいいわけじゃないのにあの曲をかけてるといい気分になっちゃうよ、ね、なんかニーヨがミュージックビデオでモテてそうな感じだからじゃないですか確かにいや、そこから音楽気味たらまあそういうのきっかけで音楽を制作するまあそのきっかけというかきっかけやっぱそのマイケル・ジャクソンのメッセージ性っていうものが僕の中にあった時に自己表現をするツールとして音楽すごいいいなって思ってて、でまず自分にできることなんだろうって思った時に携帯にあ iPhone にですねガレージバンドが入ってて、でそれでもうほんと最初ハモネプみたいな感じで自分でバスドラとかって口でやってマジっすかやってたんですけどで全然本当聞かせられるようなもんじゃないですよ、でなんか覚えたての英語でちょっと歌ってたんですけど、はい、ちょっとこれじゃいかんなと思って、はい、まあ、Mac を買ってロジックプロ使い始めたってそっから始め 今だね、はいはい、今のアーティストだねガレージバンドから始めるでも結構多いって聞くよやっぱりそこからねだって割とガレージバンドだけでも作れちゃうって作っちゃうスティーブ・レイシーだってね、ファースト EP 全部ガレージバンドで作っちゃうしかないですね。そこをきっかけに一気にロジックまで行くのはでもすごいけどやっぱりそのただその入りがまたマイケル・ジャクソンだっていうところが面白いなと面白いですね、そういうなんかその自分の自己表現音楽で表現するってアウトプットするってなんで思ったんですか。いろいろあるじゃないですか 文学もやあの、はい、執筆もやられてると思うんですけど、はい、映像とか美術とかいろいろあると思うんですけど、まあ、聞くのがすごい好きだったっていうのはありますね音楽なんでな、まあ、やっぱ本もたくさん読んだり映画も見てたりしましたけど、はい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 、やっぱり圧倒的に多分グラフで見たら音楽聴いてる時間が多かった、うんたんだと思いますね。あそこのやっぱ比率がでかかったんですよね。はい、ベンツの中で。でも もちろんそのモデルとかもやってたんでしょ。まあ、ちょっとですよ、はい。ちなみに身長は何センチあるんですか。178cm です、ね。でかいな。574ぐらいですね。俺にも聞いてる。あいくつですか。170cm です。本当ですか。うん何それちょっとないみたいないつもだって並ぶときなんかほぼでも変わんないですよ、ね、変わんないよ本当に10センチ違ったら全然違うよ170センチって169.5とかじゃないですか。いやそれも今度測ってみるしかね。じゃあ血行診断見せてくださいよ持ってきてくださいよ。いやでも本当ねなんかこうモデルもしててっていうふうに思うとなんかこうまあ、自分の表現手法みたいなこともいろいろあるわけじゃないですか、はいはいはい、でまあその中で音楽を選んでいったということだと思うんですけれども、ね、あの影響を受けたアーティストとかってどんなアーティストなんですかね。アーティスト音楽の分野においてですよね、うんうん、でまあ最初にさっきも話した通りマイケル・ジャクソンが一番最初にあったんですけど、はいはいはい、まあ、この後流す予定なんですがフランク・オーシャンっていう今一番僕が好きなアーティストがいて、彼の自己表現の仕方っていうのが本当一線を画しているというか、はいはいはい、なんかそれで結構衝撃を受けて自分の音楽に対する価値観も変わったくらいで。ああそうなんですね。ちなみにフランク・オーシャンはどこで出会ったというか。どこで、もうサブスクですよね。ああそうなんだ、はい、もういや違うな、あの時 iTunes で購入しました僕。ああ、はい、そうですよ、はいはい、そっから知ったきっかけはだからまあなんとなく多分どっかからネット上で流れてきてたみたいな感じですかね。そうでしょうね。やっぱそうなんですね、はい、でもフランク・オーシャンぐらいになるとそのまあラジオで聞いたとか MTV で見たとかじゃないんだろうな。いや多分世代的にも僕もちなみにフランク・オーシャン知ったのはネットで流れてきてサブスク？いや普通にツイッターとかですね SNS で流れてきてもう何これみたいな感じで聞いてみたらチャンネルオレンジから聞いてみてうわうわみたいな感じでしたね。本当にやっぱいやすごかったですね。そうだよね、衝撃度はすごかったですよね。結構僕たちの世代でやっぱフランク・オーシャンすごい衝撃的、ね、名前挙げてる方、はい、影響受けてる、ね、アーティスト多いかなって思いますよね、うん、結構そうですね。なんだろう、自分の中では結構そのヒップホップとか、はいはいはい、R&B に関する話題で言うと割と自分をこう自分はロイヤルだみたいな、はい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 、高いもん持ってるぜ、車持ってる、うん、金持ってるっていうのを、うん、とか
女性とコーデとかだったと思うんですけど、フランクオーション聞いた時にこんなに自分の弱さを見せる作品があってもいいんだなっていうのを知って、はい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 、うわ面白い。なんか世代的にもまあだからそういうこうまあヒップホップ成り上がりじゃないけどギラギラでスニーカーすごい超高いの履いてますから確かに切り替わってきてる、そうですよね、アーチそうな気もします。僕も聞いてても、さあそんなアルファルドさんからフランクオーションの曲をねぜひここで紹介していただいてかけていきたいなと思いますけれども、はい、曲をお願いします。フランクオーションのフォレストガンプです。さあインター FM センサーでございますが、メールもたくさん来ております。ツイッターもねたくさん皆さんハッシュタグ SSHQ つぶやいてくれてありがとうございます。ありがとうございます。さあメールいきましょうか、はい、ラジオネーム夢実家さん、ユージンさん、ドラミさん、ユージンさんが遊ぶ人になってる、これは俺のかつての DJ ネームですねDJ 遊ぶ人でしたからね。そうだったんですか。そうそうそう、あの某漫画家さんと一緒の名前だからこの名前じゃリリースできないって言われたあの俺の DJ ネームですね。さすがです、こんばんは、私は1時間半かけて通勤しているのでその間は一人の時間です。長くて大変だねって言われますが、好きな音楽や動画を一人で没頭できるので自分にとっては最高の時間です。なるほど、通勤時間、そうですね、今だから特になくなってきてるんじゃないですかね通勤時間ね。俺もだからなんていうかな、ちょうど高校かな通う時にずっとこうなんで1時間ぐらいだったんですけど、やっぱ本ですね、読書、本でね、めちゃくちゃ読みましたねこの間の時間に。今ね逆に言うとその本読む時間がないんだよ俺。トイレ、トイレ、お風呂、お風呂、どういうこと、あそこで読めってことね。あいきなりすぎるからさ、なんかさトイレに行きたいのかなと思っちゃったよ本当に。もう2020年の男は違うね。違う違う違う、もうちょっと小峰くんがジタバタしているので、じゃあアルファルドさんにメール読んでもらおうかな。はい、続いていきましょう。はい、ラジオネームマットさん、カーテンさん、ドラミさん、こんばんは。僕の好きな一人時間はズバリトイレです。家にいても妻と子供がいて全く一人になる時間がない中で、トイレは誰にも邪魔されない唯一の聖域。トイレに大量にストックしてある本、通称トイレ書房の本を読みながら過ごす時間はまさに至福の時で、本当は自分の部屋が欲しいんですがね、ということですけども、そのマットさんね、いつもメールありがとうございます。番組ステッカープレゼントで勝手に読んでる、勝手に、おーい、あもうカーテンさん奪われちゃった。水曜、あじゃあ水曜日これ、でもマットさんのこれあれだね、もうあと30秒しかないけど、あ CM まで小峰くんはここにかけてたんだね。そうです、いやもうバッキンタイム、全然わかんねえこれそれマーティーだぜ、全然わかんねえ、あのさーってこうラジオの前が引いてく感じがわかるからさ。でもマットさんにはステッカー、じゃあアルファルトさんいいですか。そうですね、まあ、ちなみにこれカーテンさんに指示されたのでお願いします、そういう認識で。怖いよ怖い怖い怖い、奪いに来てるぞ。 CM 入ります。8、9、7見たい街9のセンサー DJ のカートゥーンが生放送でお送りしております。何笑い出したの。いやちょっと、どうしたの。ツイッターでこれは俺ですって嘘つくんじゃないですよ。いや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 、何してるんですか。俺もよ、俺でしょこれ。いやいやいや、全然やり方違うし、ハートのやり方違うし、世代についてきてないおじさん。いや俺今日実はあの昼間ジム行ったから顔すっきりしてんだ。すっきりしてんのか。これカーテンさんだったんか。身長170センチしかないもん。うわそうなんだ、うん、こんな顔矯正してたの、すごい小顔矯正。うるさいよ本当に。すごい。いやいやいやアルファルドさんねお迎えしますからね。いやすごい、長谷川マンホールさんがアルファルドさん新 DJ に決定って書いてある。まだ決まってねえよ。いやいやいや、次の改編からですかね。いや怖いよ、次の改編からですか。これまたインター FM の偉い人聞いてたらこれ絶対変わっちゃうから本当に。トムポムさんがカートゥーンさんに指示された意味深って書いてあるけど、どういうことやね本当に。そんなことないよ。いやまあとりあえずね、今日はあのマクラの所属のアーティストアルファルドさんから、いろんなちゃんとねアーティスト性のことも聞いていかないとなと思っていますが、あの1月6日にニューアルバム、はい、47TV12、あ、12だよ、20、間違い数字弱いかな、 47TV20 ですね。いや読みづらくしちゃってすいません、はい申し訳ないです、ま、あの数字に弱い男ですね。なんですけども、この
47TV20 がね、はい、ニューアルバム、リリースされたと思うんですけども、このタイトルは、はい、意味は何ですか？ですね、本当に結構単純な理由なんですけど、はい、あのアルファルドっていうこの ALFRD を大文字で書いた時にですね、はいはいはい、まあ、A が 4、はいはい、D がなんかなんだろうな、デジタル時計とかで7書いた時にちょっと D っぽいかなみたいな思って、はいはい、割とツイッターとかインスタをですね、あのユーザーネームを4から始めて7でやる ALFRD にしてたんですよ。あ、そう、確かにそうですよね、はい、アルファルさん去年ぐらいにそれをしたんで、はいはいはい、まあ、その47っていうのは自分が、TB はスローバックですね。あ、そういう意味ですね、はい、振り返る、ね、はいはい、で20、あ、それで2020を振り返るみたいな意味で、今まで出してきたシングルと、はい、まあ、2020年に作った曲を合わせたちょっとコンパイル的なアルバムを作ろうと思って、はいはい、ちょっとした、あ、なんかコンパイル的な、へー、はい、そうなんですね。いや、面白いですね、そういう意味。じゃあこれなんか、じゃあシリーズ化していく感じなんですか？そうですね、シリーズ化していくつもりではあるので、まあ、毎年ってわけにはいかないと思いますけど、はいはいはい、また22だったり、はいはい、2324とか、なんか重要な出来事が起きた時とかわからないですけど、なんかそれ込めて。そうですね、はい、結構でもやっぱ2020年ね、その激動の時代だったと思うんですけれども、うん、はい、まあ、社会問題とかも含めて、なんかこうアルバム、まあ、聞くとね、通して聞くといろいろ僕もあのアルファルツさんの作品から心打たれるものがあるんですけれども、なんか実際にどんなことを考えて作品に落とし込んでいったんでしょうかね。そうですね、コロナ以前コロナ以後みたいな曲も結構半々ぐらいで収録されてるんですけど、もともとそんなに、なんだろう、メンタルが強い方じゃないと言いますか、一人になる時間が多い今日のテーマに重なるんですけど、はいはいはい、まあ、その狙って一人になることもあれば、狙ってないのに一人になっちゃうこともあったりして、そういう寂しさとかがそのアルファルドっていう名前に行き着いたきっかけなんですけども、まあ、そういうのを、なんだろうな、やっぱ曲で表現、自己表現するっていうのをずっとやってきたのプラス、去年はですね、いろいろ差別とか、その多様性に関する問題、はいはい、まあ、いろんなね、問題とかもそうです、まあ、グローバルでもいろんなニュースありましたね。そうですね、センサーでも結構触れてきましたからね。 あと、まあ、コロナであの仕事があんまりできなくなったりとか、はいはい、その家にいなきゃいけなくなっちゃったりして、はい、メンタルヘルスの問題を抱える人も多いっていうのを聞いたので、で、ね、はい、割と、なんだろうな、その人の支えになれることはできないけど、なんか自分もこういう苦しみ抱えてるよっていうのを、まあ、聞いてもらえる機会になればなっていうのは思ってましたね。一人の代弁者として今回このアルバムを作ったっていうことなんですかね。そうですね、2020年にみんながこういうふうに思った、みんなというか、こういうふうに思ってる人もいるだろうっていうことも含めてってことですね。自分のことを書いてたら必然的にそうなったっていうのはありますね。なるほど、はい、曲作る時っていうのは割とじゃあ自分に向き合って、その今の社会問題とかも含めてだけど、そのそれを自分に照らし合わせて歌詞を書いたりとかはしてるってこと？そうですね、ただ基本的に自分の中で架空の人物像を作って、それに自分を憑依させると言いますか、っていうような作り方が僕は今までは多かったですね。じゃあ本当ちょっと小説をちょっと書くみたいな感じ。そうですね、短いストーリー考えるような感覚はあります。面白いですね。例えばエニウェアって曲とかは、はいはいはい、大人版ポニョって勝手に決めてたんですけど、はいはいはい、人間の男性に恋を捨てた人形になりきって書いた曲なんですよ。へ、そうなんですね。っていうような、なんだ、面白いな。なんかでも俺も今聞いて納得したけど、アルバムなんかこう、まあ、もちろんさ、歌ってるって初め聞いたけど、はい、歌ってるけどそんなにアルファルドさんの歌の色がないというか、うんうんうん、そのどっちかというと曲に近い歌だなと思ってて、はいはいはい、なんかその辺っていうのは今の聞いて、自分っていうよりかはそのいろんなこう人物に、ね、成り変わってるというか、うんうんうん、その立場で歌ってるっていうことなんだね。
いやー面白いですね。ちなみに、まあ、やっぱ僕お聞きしたかったんですけど、まあ、2020年に一番起きたことって言えばやっぱブラックライブズマターのことについてだと思うんですけど、はい、まあ、ちなみにやっぱまあ、だいぶ前から起こってましたけど、まあ、去年が多分そのターニングポイントになったと思うんですけども、アルファロさんは、まあ、実際どういうふうに考えてますかね、ブラックライブズマターに。僕個人っていう話ですね、はい、その数字とか、はい、なんかどこでどうっていうのは、はい、まあ、各々で調べてもらうとして、はい、まあ、僕パーソナリティっていう曲をですね、はいはいはい、このアルバムの1曲目に作ったんですけど、はい、そのミュージックビデオに、参加してくれたケバブチャンネルのモデルやってたりとかっていう、3人がいるんですけれども、はいはい、彼らがまあ肌が黒いからってことで職質をたくさん受けたりとか、子供の頃サッカーの試合があってもその握手してもらえなかった過去があるとかっていうのを聞いて、僕ちょっとその撮影の時に泣いちゃいまして、で僕のシーンその後あったんですけど、はい、まあ、そのシーンなしになるっていうエピソードがあるくらい僕はあれやっててすごい意味があったなって思ってて、まあ、こういうなんだろう、近くでそういう話を聞ける機会っていうのは貴重だと思うんで、はいはいはい、まあ、そういうのをそのビデオとか見てもらって、なんか各々で別に話さなくてもいいんで、はいはいはい、その前段階自分の中でこう落とし込んで考えるっていうのをみんなやってた方がいいというか、やっていくべき時代になったんだなっていうのを思いますね。いやー面白い。そうだね、それを結構ストレートにこう作品に出していくっていうこと自体がなんかこう2020年、まあ、21年も続いていくんですけれども、まあ、新しい時代のこう、まあ、作品の作り方っていうわけじゃないですけど、まあ、アルファルトさんの、まあ、表現の仕方だったりとか、ここまでなんか直球に来るっていうのはあんまなかった気がしますね。僕自身多分後にも先にもこんなのないかなと思ってるんですよね。いや本当にこの時代に生きて面白いですよね。なんか我慢の限界だったかもしれないです、これ作った時。そうだったんですね。なるほど。割と爆発したって感じですね。瞬間だったんですね。はい、いやもうじゃあ曲聴いてみたいので、そうですね、ぜひね、その1曲目、お願いします。はい、じゃあもういきますか、うんうん、はい、はい、アルファルドのパーソナリティです。忘了个领主，你满足你有数，但以为洒脱。I just want you to be the way you are, the God gave you. No, you're not. Oh no, no, for you, stick a little part. 繋いでに想う絶対のに。愛があればどうだとか、愛こそが何だとか、散々ただ言う。手招かれたその先に愛情のかけらもないよね。 You is gonna work 私の再現 yeah. Yeah. He is gonna take your words 諸悪の根源 yeah. Yeah.あっちもそっちもレシストたちがのさばってるいや、ならこっちはね東京に変われ何かを考えていくいや、理解ができないんだったらお前はこの場に置いていくいや。愛があればどうだとか、愛こそが何だとか、散々笑う何手招かれたその先に愛情のかけらもないよね。 You is gonna work 私の再現 yeah. Yeah. He is gonna take your words 諸悪の根源 yeah. Yeah.
いやー、やっぱこの曲めちゃくちゃかっこいいですね。本当にかっこいい。本当にもうありがとうございます。いや、このミュージックビデオがまたかっこいいんですよね。ぜひ皆さん見ていただきたい内容になってます。監督の小島大大さんの、まあ、演出が大きいんですけど、うんうんうん、本当にすごかったですね。で、先ほど の, あのお話しされた、はい、あの、うんうん、黒人の方たちが3人組が出てきてるって感じなんですよね、はい、インタビューみたいな最初冒頭とか、ね、映像の中とかでも、はい、冒頭1分間はまあ、その多様性について何かこうマイナスな印象を受けたことのある出来事、はいはい、みたいなのをそれぞれ話してもらうっていうのを 4,5 人にやってもらったんですけど、その中でそういう話が出てましたね、はいはい、そのインタビューはアルファルトさん自身がやられたって感じなんですか、はい、僕もしましたし監督も、うん、ちょっとしてましたね。その時どう思ったみたいな、はいはいはい、聞き出そうとして。なんかこうグローバルではさ、すごいこういうものが早かったんだけど、はい、それをこうちゃんと作品に落とし込んで、うん、曲にも合わせてきた、うん、まあ、アーティストってもう日本だとそんなに数いっぱいいないなって。確かに確かに、そうですね、はい、なんか俺もその辺はすごいこう瞬発力もそうだし、まあ、こう歌もさ、いいけどこのメロもまたちょっとこうアップテンポな、うん、まあ、俺の世代でいうとドラムベースとかも、まあ、UKそう、はい、感じられるような、楽曲に乗っけてて、やっぱり表現が早いというか、はい、すごいなというふうに、単純にね思いましたけど、まあ、タイトルもねパーソナリティということで、もう非常にこうストレートだし、そこら辺の面白さももう感じていただけるかなと思うので、ぜひ皆さんもセンサーの方のツイッターの方でも、今リンクをツイートさせていただいておりますので、見ていただいたらな、聞いていただいたらなと思っております。さあ、そんなアルファルドさんですけれども、はい、事前にいただいた近況がめっちゃ面白いということで、あるんですけど、これは俺の中ではスーパーの話をしてもらいたいですね。スーパーセレクト、ね、本当に良くないです。うちのプロデューサーにね、ラジオで話せる用のトークこうやってメモっといたんだよって送ったら勝手に送られて、僕のところに送られてきて、ラインナップみたいな感じで台本に並べられてるんですよ。これでもやっぱりね、はい、メールでも来てますけれども、はい、ボートミンさんがやっぱりこうアルファルズさんと同じく私もただバカ毎週聞いてますということでございますけど、ただバカはやっぱ面白い話をして受けるものなんで、じゃあここは俺は先輩としてこのスーパーの面白い話をアルファルドさんにしてもらいたい。超圧かけてきたじゃないですか。そんなことはない。すげえ般若心経みたいな感じの顔になってます。潰されますわ。おい、ちょっとやめてアルバムさん、お願いしますよ。スーパーというか、まあ、コンビニなんですけども、このアルバムがですね、配信アルバムだったので、6日のもう0時ですね、自分のね、ちょうどアルバムが発売する日ね、はい、変わった瞬間で、その12時過ぎて公開されたってなったら、ツイッターやらインスタやらでシェアしようと思ったんですよ、はいはい、まあ、でもその前になんかちょっと飲み物買おうかとコンビニで並んでて、11時50分、はい、で5日の11時55分でぐらい待ってたんですけど、前でなんか遅いなと思って、レジが、はいはい、なんでだろう、もう日付変わっちゃうよと思ってイヤホン外して、はい、どんな人だろうって見たら、まず全身忍者の格好のおじさんだったの。これマジです。いやいやいや、これマジなんですよ。どういうこと、黒ずくめ本当に、まあ、まあ服は全部黒くって、はい、うん、でまず背中にですね、リュックに傘なんですけど、はいはい、日本刀の形をしてる傘をですね、背中に背負ってらっしゃって、はい、で帽子グッてこっちに首傾けた時に見えたんですけど、はいはい、そのキャップの前にですね、忍者って書いてある。まんまじゃないですか。まんまかい。そうなんだ。コンビニにいたの？そうなんですよ。リリース日のその当日にあの風になるから。そうなんです。焦ってるのにね。それでなんかずっと喋ってるから何喋ってるのかなと思ったら、はい、そのここはお酒も売ってるけど、ここは8時までしかやらなくなるのかいみたいな。コンビニはスーパーじゃないですよ。コンビニじゃない。そうそう、うちはしませんよみたいな店員さんにね、あしらわれたりして、はいはいはい、長いなと思って58分59分ってなって、やばいよやばいってなってる時にですね、支払い方法どうしますかって言って、はいはい、あ、やっと終わると思ったら電子マネーでピピッつって兄ちゃんなのに兄ちゃん、そうで、大判小判とかで支払うんじゃないんだみたいな。
それで僕小銭とかで行くのかなと思ったらスイカかいと思ってっていう話です。面白いじゃねえかよこれはもう奪われちゃいます。いや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 終わりですね。いやもうもう来週の水曜日からアルファルドさんの声がかかるって感じですね。アルファルドさんの写真で俺あの写真並ばって今あの中の人に逆襲されててさもう俺っつってこれはジムの前と後の俺だっていうのをつぶやいて嘘をつぶやいちゃった悔しくて、やっちゃいましたね。やっちゃってねえわやっちゃいましたね。もうまずあといやいや本当に、ね、あのパートゥーさん違うんですよね。ハートのやり方がね。え違うのこれ、うん、どう違うの。同じじゃないの。全然違うんですよ。本当だ。俺なんか親指が出てる。親指が出てるんですよなんかこうなんか、ね、もうこれから喧嘩しに行くぜみたいな感じなんですよね。いやいやいや違うんですよ。スマートにやられてないんですよ。やましさが溢れてるなこの写真俺ね目がやばいやばい、やばいね。吉田ひげフライさんがカツーさんパワハラするとき生き生きしてんだよな。そんなことねえわそうなんですよ。そんなことねえわ本当に。いやでも本当にトークめちゃくちゃ面白かったっすね。いやちょっとそれやばいななんでいい全然面白い話いいよもう本当。もうじゃあ次の曲とか全然関係せずもう一個また面白い話をお願いしようかな嘘ですよねこれ。いや本当本当まだもう曲とかもう若干カット気味だからこれ本当に。だって47分このあたりで最近のお気に入り1曲って書いてありますそういうのもあのこう厳しいラジオマニュアル通りそうなのこれ本当ですか。僕も言われました。あのマニュアル通りに動くやつはいらねえってそんなこと言ってねえだろお前たちよ。なんかご健康を投げられましたもうね30代をいじめるやめてくださいよもう常日頃あるってことですねパワハラが。そうなんですよ。じゃあアルファードさんはいM1 の話逃がしてくれないですか。お願いしてもよろしいですかこれ別にオチとかないんで面白話ではないんですけども、まあ、M1 ってあったじゃないですか、はいはい、お笑い賞レース、うん、漫才で一番面白い人を決めるってマジカルラブリーが優勝したあの大会なんですけど、はい、まあ、僕 TVer を、まあ、去年末ぐらいに覚えまして、はいはいはい、まあ、それで TVer をパーって漁ってたら M1 のこの舞台裏みたいなおー、はいはい、のを見れたのでその錦鯉ってあのねあ今までで最年長のコンビだとか、うんうん、そのまあもちろんマジカルラブリーの話とかそのお母さんと電話してるシーンとか流れるんですよ、はいはいはい、僕も部屋で一人で大号泣して、でそれ誰にも話せないというか、はいはいはい、まず TVer の話人としたことないし僕のここまで僕ほどあのお笑い好きでみたいな話をできる人もいないんで、はい、もうただひたすら一人でしくしく泣いてたっていう、ね、いいやつかよいいやつの話聞きましたよ。次いいやつかよ。もう勝てないですよ。そんないいやつトーク俺ないよ本当に。顔かっこいい顔小さい。インコ飼ってたちっちゃい時俺インコ飼ってたよ。何何いいやつっぽくない？いや 僕も犬ワンコ飼ってましたよ。ああそっかインコ飼ってたけど、うん、インコ飼ってたらなんかいいことあるんですか？すごい大切にしてた。ああと亡くなっちゃった時にすごいこうあのお寺さんにちゃんとこう連れてってあげたよ。すげえ汗かいてるじゃないですか。もうあのカートゥーンインコの話とか来ちゃったね優しい優しいカートゥーンさん心優しいから優しいもうあのあのもう額に汗がわ夢近さんでもやっぱ M1 のアナザーストーリー泣きますよ。泣きますよ。これ俺見て泣かないと俺もぜひ見てほしいですね。錦鯉は特に泣けそうですよね。そうですね、歯がないんですからね。そうなんですよ。でお母さんが一人で切り盛りしてる居酒屋かな、うんはいはい、でその息子がテレビに映ってる姿を見てる時とか、うんうんまあ、そのお笑いと音楽でちょっと違いますけど、はい、僕もちょっとねそのいわゆる一般の就活とかしてる身ではないんで、はいはい、そういうのを見るとなんか、ね、重なる部分があってなんか感情移入しちゃいましたね。いい話聞いちゃいましたよもう本当にいやまあ ね、そんないい話を聞きつつじゃあ47分に戻ってはいそれじゃあこのあたりで最近のお気に入りの一曲お願いしてもよろしいですか、はい、僕最近大好きなこのジュマディーバさんっていうアーティストのソーマトという曲です。どうぞ。インター FM897 いやこちらもかっこいいですね。うんそうなんですよ。まだこのアーティストさんまだそんなに発見されてないって感じですかね。そうですね絶対もっと評価されていいなって思ってて、はい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 、まあライブ1回行った時にちょっと話したくらいなんですけど、はいはいはいまあ、多分お互いイングランドのフットボールが好きってことで話も合うと思うんで近々
遊び誘うので来てください。おお、いいね。聞いてるか分からない。いや、いいですね。いやでもどんどん今日本当はもっと僕聞きたいことがあったんですけど、すごいパワハラの快進撃で死んだ。いやそんなことねえわ。進撃の巨人が最終巻だからってやめてくださいよね。そんなパワハラの快進撃、それ俺もう読んだけどね、それも読んだけどね。いやもうまだあるね、アルファルトさんの1曲、まだまだね、もう1曲あるんですよ今日は。そうですね、ここで、はいはい、聞いていきたいなと思っておりますので、はい、矢継ぎ早あと3分ですけれども、ノーパワハラで、はいはい、アルファルトさんの曲紹介お願いします。はい、サドンリーです。あ、そうですね、俺がね、はい、お願いします。ノーパワハラって言ってる間に準備はできたそうです。眠れないなるけい、全て私のせいや、 You said you don't wanna stay、 いがみ合ってるだけや、 No 毎日を、 もし毎日しよう、毎度ネオン街で迷子、彼がまた知らないバイト、 yeah, yeah。 あなたの趣味真似ているうちにいつの間に没頭してた、そんな日々を重ねにやけて幸せと日記に書いた、報われないと気づいてたらどこかできっと引き返せたけど、 I can't turn back time never ever、耳は塞いだのにしがみついて離さないメロディ、開けるようなけどやら今は朝日が目に It was suddenly 今夜がそう二人の悪い Suddenly 逃げるかのように信号様に話しけた目が痛い。もうね、本当にこの曲もかっこいいんですけれども、改めてね、あと1分半でございますが、はい、今日のセンサー出演ということでございましたけど、メールも読んでいただいたし、どうですか、はい、そうですね、なんだろう、インター FM においての今後が、はっきり見えたと言いますし、すごいよね。最後はあと残り1分だけど、もう37歳の俺にトストスこう刺さってやる。いいよ、こう下からで突き上げね、冗談ですね、冗談じゃない方が面白いし、なるほど、あの来年の本当、はい、ここにいたらさ、いいじゃん。そうですね、うん、今年の野望っすね。そうですね、今年中にこの改編を。いや俺がでも J-WAVE の人だったらもう絶対撮ってるよ、俺は。本当ですか。アルファルドなんとかってやってるよ、絶対一緒にやりましょう。じゃあなんかすごい、俺はじゃあ今度は裏方でいいかな。裏方おいおい、カズさん楽しちゃダメですよ。いや俺厳しく裏で台本ちゃんと先に読んどいてもらっていいかな。よろしくお願いします。イケメンには厳しく、可愛い子には優しくっていうね。いやすごいな、今年もこうまたフル全開のカートゥーンさんが見れてよかったですなんだその来週もコミニックはよろしくお願いしますよ、はい、よろしくお願いします。アルファロードさんもありがとうございました。本当に楽しかったです。また、ね、遊びに来ていただいて、はい、俺の座をどんどん奪っていく、はい、面持ちでね、やっていただけたらなと思っております。はい、そのつもりです。皆さんも今夜はありがとうございました。はい。